長谷川真二本松真珠一ニ太郎夫人佳菜子が自殺した場所は湾の一端で岬になって海に臨んだ絶壁の上だそこには古い松の木が2本うつ然として 青黒い葉の込んだ枝を中央にのしていた岬の頂に立つことはちょうど2本の老いた松の下に立つことになる右は港でそこの空は梅園で濁っていた左には半島型にうねり続けた大地とその裾近くを洗い返している夫婦人がある目の前は海を隔てた向こうじの山脈だ 岬から向こうじまでの間には蓋のない死に場所が波を立ててあったのだが加奈子は体の捨て所としてその限りなく広い口を取らなかった蟹夫人は岬の頂の二本松有権な枝をのしているその一つに父のように白い肉心をぶらりと下げた 潮風が強く渡る岬の頂では死の国へ旅立つ晴れ着をつけて化粧まで丁寧に施した美しい婦人の真新しい白い旅の先が地面の草に擦れて一吹き渡る風のつどにゆらゆらと生き人形のような婦人の肉親が枝の下で落ち着いた動き方をしていた多分加奈子は水によって死んだ姿の醜さをいとったのだろう あるいは住宅地からやや遠いそして眺望のいい場所であるからには死に急ぐために格別の恋もなくこの岬の上を選んだものか死んでしまった者の,の唇は石より硬い誰がその真相を知り得ようかかな子の葬儀は贅沢の程度に入った華やかなものとなった 夫ができるだけの華やかさを求めたので結局そうなってしまったのであった加奈子側の人々はカニがそうまでして某夫人を死亡する情を見て今まで怒りを持っていた者も,も著しく緩和されてしまったカニは謝っていたのだやはり加奈子は清廉潔白な低粛な夫人であったのだ我々がそう思うよりも さすがに夫であるカニは一番早く分かったこの華麗なそして荘厳な葬儀は死者の最後を飾ると同時にカニが食材のつもりでしていることだとその通りであったカニ太郎は加奈子に不定の行いがあると誤信していた今はそう誤信したことが恐ろしかった 華やかな葬儀を営むことは亡き妻へ謝罪の意味を込めたものであったが華やかなればなるほどかえってカニは御神が招いた妻の死に心の底を噛まれている気がしたカニはしきりに泣いていた初めて妻の死を知った時カニが思ったのは畜生やりやがったなだった 三週間前に追い出した学生とカナコが同じ場所で同じ死に方をしたなあいつらは最後のどん詰まりに行って夫に生き恥をさらさせる手段を取った二十七の女と二十二の男の急阻は真珠という公開の方法で夫猫を見事に噛んだ畜生やりやがったな こう思う思そこにはこらえられない怒りがあったのだがそれはただ怒りと怒りの葛藤で考えに上るほどまとまっているものではなかった自殺したのは加奈子一人であることを知った時夫は意外に感じた救い上げられたような気にもなった貫通の事実はあくまで否認しなくてはならないと思う気持ちがカニをホッとさせもしてくれた は死体を見た。遺留品も渡された危ぶみ切っている遺書は一通もなかったいよいよ助かった気になったがそれだけでカニは安心していなかったこっそり妻が自殺した美咲の頂に行った探偵のように考古家のようにしきりに書書を見て回った どこにも妻の遺書は残されていなかったどこにも若い不義の相手の死体はなかったこれで安心の度はやや高くなった郵便についてカニは深く恐れた何かの事情で遅達されて今日にも妻の遺書が届くのではあるまいかと思ったしかし遺書がたとえ届いてきて カニが信じているとおり彼らの間に絡まる事情があってそれを臆面もなく書いてあったとしても自分だけが読んで殻は肺にしてしまえばいいそうすれば一切は闇に没すると思ったそうなんだきっととカニは思いたかった加奈子は夫以外の男に夫同様のことを許したために自責して死んでいった 夫はその事実を隠蔽して亡き妻の名誉を守ってやった新聞記事にもあったように死の理由としてどこまでも強度のヒステリーにかかりを唱えていればこの瞭然が保たれるのだそうすればカは病気で妻に自殺された夫で済む貫通して心中した女の夫ではなくていられる この時からカニは郵便の来るのを待った配達時間を覚えてしまった頃になっても夫が待っている遺書は来なかったカニは従来よりも多く優等の時間を取るようになった女たちは新聞記事で妻に死なれた夫であることを知っていたヒステリーについては漠然としてしかもよく知っている女たちはカニに同情を寄せながら 自分たちにもないことではないかもしれないと言っていた。カニはそれに心を惹かれもしなかった。むしろ真珠を話題として色々に語られることが聞きたかった。真珠に興味をもちろん持つものではない。数多くの真珠物語を聞いてそこから参考材料を拾いたかったのであった。けれども女たちは 妻に死なれた夫の前で人の死ぬ話を遠慮したカニが心中話を持ちかけていっても女たちはたちまちひったくって他の話にしてしまった心中に関する書籍を23冊買ってきて読んでみたどれもこれもカニを失望させたカニが求めているのは一人で死んだらしく見える女が実は心中であったことを観察することにあった そんな必要にちょうど当てはまる記録はなかった心中諸国話などというものまで相当の値段で買ってきて繰り返すものは失望だったあまり深い交際ではないがまあまあ友人といった程度の男の丸亀つぶらが加奈子の自殺当時からいろいろ骨を折ってくれたので一夜招いて治疎をしようとした。 丸亀は料理屋ななどへ行くののを喜ばなかったので、海岸からはだいぶん山裾に寄ったカニのうちへ招いた「いろいろあなたにはお世話になりました」とカニは型にはまったことを言っていたが盃を重ねるに従ってだいぶん打ち解けてきた丸亀は神経質らしい要望をしていたが病弱らしい体つきに似えわずかなり酒はいける方であった。 耳が熱してきたらしい丸亀はいつもとは人が違ったように多弁になった話はいつか心中に移っていたカニは心の裏でこの目の前の痩せた男から何かしらうるところがあるとは期待していなかったが心中ものを多く読んだために多少の興味は感じていた亡き妻加奈子の一件とは全く切り離しても 当たりりのがつよは、このごろでは幾分か深いものになっていた「心中にはつきものですな」へへへへと何か意味やりげに丸亀が笑った「つきものとは何でしょうな」いや別に何でもありませんがある有名な俳優が。 わかいときのことですがしずおかでしんじゅうをすることになりましたあいてはけいしゃだったそうですどうせふたりはしぬくらいならばしょのいいところがというのであべかわらときめたそうですそのしにばしょへいってみるとひとあしさきにしらないだんじょひとくみがきていて。 もう占領していたそうです有名な俳優は相手の芸者と二人で別に死に場所を選ぶことにしたのですがそういう場合にも好奇心が潜んでいるものと見えて先着の男と女とがどうするかを物陰から見ていたそうですすると 男も女もしきりに泣いていたそうですがどうせ心中するやつですからねハッハハハと笑ったカニはその有名な俳優と芸者がその後どうしたかを尋ねるよりも「どうせ心中するやつですから」の男女のことを慌てて尋ねた丸亀はそれについて極端な言葉を使って語った ようによれば丸亀は「源外に何かの指示を与えている」とも取れた翌日からかには亡き妻の死体検便をした医師に近づくことに熱中した都合よくその医師とは知り合いになれたが丸亀に与えられた暗示に基づく質問はそうやすやすとは投げられなかったその間に カニが焦っているのは明らかに見えすいていたとうとうカニは質問越しに近づいてきた勇気と恐怖と一色たになった顔をして希望のものについて言い出したそして医師の返事を聞き漏らすまいとして緊張した素人はそんなものに興味を持ちますかね,そうですね 私などは自分で書いて二度と見る気もしませんがまあご覧なさい死体献断書の控えだろう仮綴りの半径紙を56部無造作に出してきた仮は一番上の一部を取ってみた住所氏名都市などがある次の行に右傷害致死事件につき献断することさの今年 それから剣弾の時と場所と立ち会景観の下りを飛ばして初見というところに目をやった体格栄養共に不良の女性死体死後6時間を経過し死後硬直著名なれども未だ死半を認めず動向は中等度に散大して同大結膜は双白にして一欠点等なし どういうふうにまだまだ書いてある。カニが求めているのはこんなところにあるのではなかった。その一冊の次のお手に取ると、死体解剖検査記録とあった。ああ、その方は解剖記録でして、お分かりになりますまいよ。そうでしょうな。ちょっと見ても君の良くないことがありますから。 カニは第一外表検査という下りを一あたり見て通った第八口あたりに来ると目を据えて目読した異常に熱心さがあふれていたハハハ素人にはそこが面白いのですカニは単然としてその本を伏せたそれから1時間ばかりすると かには晴れ晴れとした顔をして帰っていった。蚊にはかなり久しく疑っていた問題を、このせこにたけた医師が解決してくれたのであった。とんでもない。夫人には異常を認めませんでしたよ。もしそのような疑問を抱いていられるなら、とんでもないことですな。と医師が突飛なカニの質問の最後を反駁してくれた。 この声を、カニは天使のだと聞いた。こうしてカニは、自分の詮索に自分で陥った、亡き妻は死の直前に不定がなかったという意思の証言は、亡き妻が不定をしなかったという裏書きになると思えるのであった。だから心中ではもちろんなかった。だから彼女に不定な行いはなかった。 心中直前に人間がどんな衝動に駆られて切迫した時間を消すかについて丸亀の語った静岡の話以外にもカニはその後様々な実例を人から聞き知っていたそれらによって気づかれたカニの防災最後の低層鑑定はひっくり返ったそして残ったものは何だ残ったものでなく 生まれたものだ。それは亡き妻に対する責任だっただった。か奈子の3年期が間近くなったので伊豆の修繕寺に転地していた蟹太郎は23日中に気ぜわしい港の町へ帰ろうとしていた。 体の調子も大分良くなったので、この分ならもうよかろうと思いながら、かなこが葬ってある土地へ帰るのは気鬱を感じた。明日は、明後日はと思いながら、ぐずぐずと今日まで帰るのを伸ばしてしまった。いよいよ明日は帰ろう。そう決めていたいに、思いがけない放客があった。逆は、 丸亀つぶらであったカニにとっては唐突な訪れであった丸亀はあれから見つきばかりのうちに消息を絶ってしまった男であったが丸亀にとっては決して唐突な訪問ではなかった丸亀は消息を絶ってからもカニ太郎がどうしているかをほぼ知っていた カニが妻の自殺からどんな影響を受けているかを見逃すまいとしていた無論カニが手のつけられない優等をやったり強い神経衰弱にかかって苦悩から苦悩へ毎日優れない日を送っていることも知っていたカニが一人で過酌に陥っているのを痛快と見ていたのはおそらく丸亀一人だったろうその丸亀が、 今夜にを訪れてきた。何を言うためにか丸亀さんあんたはさっきから妙なものの言い方ばかりしているがもしやあんたは私の亡き妻について何か知っているのではありませんか川向こうのどっかから流れてくる三味線の遠根が暇な月と見えて当時客の少ない2階では しずかな夜るだけに都会生活者にはさびしく聞こえた「そうなのです。今夜は一切話してしまいたいと思ってきました。あなたと私との知り合いはそれを話し終われば永遠に切れてしまうのです。そうしたいのですからね。 聞きましょう。何を言い出そうというんです。カニさん。丸亀つぶらは失恋の痛手に立つことのできない男なのです。こんなことを言うと歯が浮くようななりをしている生若い者のまねらしくて嫌味ですが、私は真面目です。真剣です。 それがどうだと言うんです。私に何かかかり合いがあるのでしょうかあります。だから聞いていただくのです。失恋させた女は、カナコさんです。ああ、あなたですか。私はうすうす知っていた。だがあなたとは知らなかった。 薄でも知っていられるならば、くだくだしく繰り返すのはやめましょう。加奈子さんがあなたのつまになったために、わたしはひどくだげきを受けたということだけを申しておきます。ひどくです。ほんとうにひどくでした。わたしは自殺を2回やりましたが、 2回とも死ねなかったそれであなたは聞きたいでしょう丸亀お前はかなことどの程度の恋をしたのだとですが安心してもらいましょうわたしは佳菜子に売られた男ですそむかれた育児なしです 私は失恋病でその後今までぶらぶらしている人間ですもの。所属権を奪う勇気がなかったしまたそんなことを下劣なものとしていたのです。しかしそんなことをしなかったために。 わたしはながらくせいじょうなしつれんをたのしんできたへんなまけおしみをいうようですがわたしはじぶんのしつれんをおもいかえしてやましいところがちっともないそれだけにすがすがしいこころもちでかなこさんをぞうをすることができました あなたはまさか、カナコが処女でなかったとは言いますまい。もし。丸亀さん、亡き妻を中傷したいのではないでしょうね。なるほど。結婚前のことはもうやめましょう。あなたは、カナコの低操を信じていられるのだ。そうですとも。 じさつをいまでもわたしはかなしんでいるんですおやいまでもていそうをしんじているカニさんほんとうにあなたはそうなのですかというとまるがめさんはなにかひみつをしっているとでもいうのですか わたしがしらないでだれんがしっていましょうどうしてしっているわけがありますそれをはなすためにきたのですから黙まっていてくれといわれてもわたしははなしますこれからしばらくのあいだはわたしだけにいわせておいてください いいですか。話を中断したりなぞすると私はあなた一人に語るのをやめてもっと大勢に語りますよ。私の顔をごらんなさい。私は真剣ですよ。あなたと。 最後の話をするのですからね。もっとよくごらんなさい。丸亀つぶらは油汗をかきつつ語るのです。かなこの死体を第一に発見したのは私です。私の失恋は そのころしつれんをたのしむところまでこうしんしていましたあのあさはやくたいようがまだうみへあかいいろをなげないじぶんでしたおきぬけというよりはゆうべからいっすいもしなかったわたしはみさきのいただきの2ほんまつのしたへいきました 知っていますかあの二本松の伝説をあの松は日本とも男松ですもし女松を植えたら男松の姓が夜更けに戦ってついには日本とも枯れてしまうと言われていますあの松の根のところで 西から来たコムソと南から来たコムソとが互いの声を聞いて即座にはたし合いをして2人ともにあそこで死んだのです。2人のコムソはそのお前方に1人の女を争って主人の感動を受けた身の上だった。二人は。 お互いに失恋者だったがどちらも憎み合っていたのです。それは昔のことだ。私に関係するのは朝早くあそこへ行ったことだけだ。私はそうして失恋者の血を注いだ過去を持つ男松の枝に。 美しい女がぶら下がっているのを発見して驚いた。ほのぼのとあけそめた空が光を投げかけてくるのはわりにはやいものです。わたしはそのいししている女がまぎれもなくかな子であるとして驚がくしました。 平素から幸福であれと祈っている女ではないか死んでいるのを見て喜ぶほどその時の私は悪ではなかったのですそうでしたかですがあの時の最初の発見者はあそこの近くにある大神宮の境内の掃除に来た老人のはずですが。 黙っている約束ですよ。忘れるとご自身の不利益だとしておいてください。私は出直したのです。だから、最初の発見者はやはり私です。出直す必要があって出直したので。 ただ、漫、ま、然と出直したのではないのでした。私が最初に見た時の死体とその周囲の関係は？出直してから私が見たのとは全く別個なのです。え、なんとなんというのです。 復讐した。かなこの最後にあたって痛烈な転覆をやってやった死んだかな子は途方もない結果になったのを驚いているでしょうあの人が予期しなかった結果を私が作ってやった。 「カニの酔いはさめてきた赤い方がしだいに色を失ってきたそれよりも丸亀の顔は人が変わったように青くなったシュランが暴れ出す前のように青い青い青白いそして震えていた。 加子はしごきでくびをつっていたあのしごきがいまでもあるならだしてみればわかるあれはたてにはんぶんだどこかにはんぶんがべつになくてはならないはずだそれをかんがえるにはおよびませんあなたは。 黙ってわたしの言うことをきいていればおのずからわかってきます。わたしはかなこのかいちゅうの一つとあしもとの一つといしょ通つをてにとってじぶんのかいちゅうへいれたそれをうちへかえってから。 くりかえしてよみましたそれからふたたびみさきの二ほんまつへいっただからわたしはこうぜんにはふたりめのはっけんしゃですわたしはなにもいしょをよむためにのみいちおうきたくしたのではない。 剣技を避けるためにこっそり帰ったのです。実はそれは帰って好んで冒険したものだったが幸いに誰の目にもつかなかった。もっともまだまだ朝もやが朝からずかかっていましたからね。散らしてくれるな。言ってくれ。 早く、はっきりと、どんな悪いことでも言ってください。私は黙って聞いていられない。かなこがどうしたのだか知りたいのです。どうかじらしてくださるな。カニは、多分今晩からまた体が悪くなるだろう。死人のように青い顔になってきた。ええー。 言いますよかなこのわきにもうひとりおとこがわかいがくせいみたいなやつがおなじようにいししていましたそのおとこのくびにしごきのはんぶんがあったのです。 「うそだ」嘘だと「うそ」ではありません男の死体がなかったというでしょうしかし誰もあの絶壁の下の海の底を探ってはみますまい青い水の底に。 男の死体は多分今でも沈んでいるでしょう。おもりに石をつけてやったのだがなみぞそこなみがさらって持っていかないとは言えないけれどもうそだうそにちがいないうそだうそにちがいない そうおこるものではありません。わたしがそうしたのはじょうしをすましたと思ってしんでいったのをぼ妨ぼうがいしてやっただけです。そのけっかはあなたのめいよをほじしてあげましたね。けれど。 かな子が上司したことに変わりはない。うそを言うな。けしからんことだ。うそにこの遺書がありますか。この筆跡は疑いもなく、かな子のものでしょう。あとでお読みなさい。 堂々と上司して天国に行くと書いていますよ。貫通していないものを貫通しているとして取り扱ったあなたの具を罵倒していますよ。貫通させたのはあなたです。私は 若い愛人を教えてくれたあなたに感謝します。こんな文句もあります。あの医者め、嘘をついたな。医者ああ、そうか。医者は生きているもののためを思うでしょう。 しんだひとにきずをつけたくないでしょうからね。こうぎがこないかぎりはいいうそはいいますでしょうさ。ではさようならいしょうはおいてまいります。ごらんなさるとも。 肺になさ肺、はい、になさるとも勝手です死んだ者の,のことはしばらく言わず生きている2人の男のどっちが勝ったのか打足をつけておくかに太郎の方はどっちかといえば勝っていた彼の体は半年後に治ったが丸亀つぶらの健康は それからだらだら急に悪くなった。上司を蹂躙した強さは、長い間続く強さではなかった。まして彼は、上司相手の男に、実は嫉妬を感じてやったことに過ぎなかった。